美術について雑に語らう美術雑論。今日のテーマはシスティーナ礼拝堂の天井画よりアダムの創造。長い。システィーナ礼、今日からあれだよね、ギリシャちゃう、キリスト教史絵画で追っていこう。そうです。聖書を手元に置いて前から順にいきます。なるほど、はい、知らない。じゃあ一番最初ってことか。そうです。一番最初ってこんな感じなの？一番最初やや真ん中みたいな。やや真ん中はい。旧約聖書、ご存知、創世記という。旧約聖書までしか俺は知らんかもしれない。十分だと思います旧約聖書創世記というパーツが、章があって、ここが結構長いんですけど、その出だしは天地創造っていう、神が地球を整えはいはい、ところからスタートしてるんですよ。最初は真っ暗闇だったところに光ができて、海ができて、みたいな感じなんですけど、その総仕上げとして神は人を作られたっていうところがあるんですね。なるほど。そう、自らのお姿に似せて人を作られた。でその人がこの画面左の、男性なんですが、アダムですね。あ、アダム、はいはい、イエーイってね。アダムを最初に作るんだ。そうです。という下りがあって、その作られたものに対して手を差し伸べる神っていうシーンを想像してね、書いてるんですよ。実際に聖書にこうあの神はアダムに手を伸べてみたいな下りは全くないんですけど、そこはイメージ、作者がね。そうですね、すげえ神周りにいっぱいお月の方がいるよお月の方がすごいお月の方でいいのかなこれ沈みそうですけどみたいな。すごいね。ね、神の御使いってやつじゃないですかね。あ、いわゆる天使。ちょっと厳密には違ったりするんですけど、聖書だとこういう取り巻きのことを神の御使いとか、精霊とかって書いてることが多いです。はいはい、仲間たちだ、ね、そかそか仲間たち。あれだね、女性多めかなあと思うじゃないですか、天使に女性っていうのはいないんですよ、基本的に。これ男性なんだよ。男たちなんだよ。へえ、じゃああれだね、こうなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、こう今っぽいかもしれない。ね。なんかちょっとこう小切れ。そうですね。あのミケランジェロっていうの、これを書いたあのミケランジェロ、例のミケランジェロなんですけど、あの人が結構あの男性を好むタイプの男性だったので、そういうウキウキ感を反映されてるのかもしれません、ね。なるほど。なるほど。趣味が出ちゃってる、ね。そうそう。あの筋肉マニアでね。女の子描いてもムキムキ、男描いてもムキムキ、老人描いてもムキムキ。ムキムキなるな。筋肉好きだな。ね。でも神に似せて作って今の地球の惨状を見て神はどう思うんだろう。何回も怒ってる。何回も怒ってる。あの有名どころだとあのノアの箱舟って全部押し流してしまうとかありましたけど、基本的にこのキリスト教の神というのは怒れる神なので、非常に怒りっぽい。だいたい怒り狂っているし、もう敵味方関係なく罰を当てまくるし。へー、ひどいね。ひどいんだよ。監督責任っていうのは最終的に神にあるんじゃないんですかっていう話にはならないんだ。なんか分からんけどね。作ったんだしね、だってでも似せて作ったなら完璧なんじゃないのみたいな感じなんで、ね。そうだよね。まあいろいろとあるんですね。まあまあ、これイブが出てくるのはもっと後なんだ。もっと後です。それが先にアダムだけ。そう、また別にイブの創造っていう、まあ、別であるんだ。エピソードがあったりします。この、システィーナ礼拝堂なんですけど、イタリアにありまして、あの礼拝堂ってすごく大きいんですけど、その天井一面を、ミケランジェロ並びにその部下たちが任された。3年か4年ぐらいかかった、で全部描いた。すごいっていうやつなんですよ。なんか世界遺産とかなってそうだね。なってそうだね、なってなかったっけ。あ、覚え、知らない。なってなかった、なってた気がする。システィーナ礼拝堂、この天地創造だけじゃなくて、旧約聖書から新約、聖書の各エピソードが各パーツに分けられて、いろいろ書いてるんですね。へえ、システィーナに。そう、区分け、なんてエリアごとに、あの天井って梁とかあるじゃないですか、柱とか、この梁ごとに別のエピソードが書いてあるんですね。なので、このアダムができるよりもうちょっと前、なんだっけ、ひと月の創造とかって、お日様ができたよみたいなシーンとか、ね、そういう一番最初にものができてきたところから書いてあるんだ。そうですね。なんだか
じゃあその気になればあれか、ミケランジェロ一派だけでこのキリスト教物語は、うん、見ていけちゃうんだ絵で、うん、うん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 、まあ結構後の方の時代まで終えるは終えるかなって感じですね。だいぶはしょられてる部分ももちろん、まあまあ僕らはいろんな作者のを取り上げながらっていう感じかな。そうですね。こうしてアダムが生まれたと、大人で生まれるんだね。 そうですそうです、子供時代っていうのはないんだよね。そうなんだ、ちょっとあれだね、寿命が短くなった感じでかわいそうだね。あ、そういうこと。でもアダムこれもう 20歳前後じゃない。確かに若い、うん、アダムは最終的に900いくつまで生きたっていう長生きだあるので、そこは心配はいりませんですね。むしろ物心ついたとこからスタートの方がいいかもね。ハッピーや、うん、ね。なんか左アダムの下に手伸びてるよ。これはなんていうの、天井画の部分を切り取ってこの画像なので、下にもこう人がいるんですね。このパーツ、この部分っていうのが、おそらくこの礼拝所、礼拝堂天井画の中で一番有名な部分かな。そうなんだ。なんか世界史の教科書に載ってたよこれ。ああ、そうかそうかそうか。まあ世界史の一番最初みたいなもんだよね、うん、キリスト教的には俺ら的にはちょっと知らんしって感じ。ひどいなそんな感じか、はい、なかなか面白いね。じゃあこっからまだアダムが天井の世界にいるって感じだよね。そうですそうです、まだハッピーを謳歌してた頃の人間、俺たちみたいな地上の人間になる前というところだよね。そうです、はいはい。じゃあこっから先が楽しみだね。うんうんうん、なんかこの絵の中で言っとくことはあるの、特に。私ですか。うん、個人的なあれでもいいんだけど私ですか、うん、そうですね、あの神のビジュアルについて一言言っておきたいんですけど、うん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 、あのこういうおじいちゃん姿で描かれることがすごく多いんですね、はいはい、うんうんうん、なんとなくあの私たちが神のビジュアルで想像するのもさ、あの、うんうんうん、長い銀髪にひげ、うんうんうん、おじいちゃんみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、そうだね。そう、これなんかこの昔々からそうで、もともとこのキリスト教に出てくるヤーウェっていう神様が、うんうん、厳しいなんていうの、老人の姿を知った神だったんだそうですね、うんうん、その紀元前の昔から、はいはい。なのでひげなしとかね、若い神みたいなバージョンってあんまりないので、うんうんうん、キリスト教絵画でこういったひげ面おじいさんが出てきたら、うんうん、あ、神だなっていう率が高いんだ、そこそこありますので、ちょっと注目して見といていただけると。なるほどなるほど。じゃあちょっとこの神に注目いただきながら、うん、次のお話をまた楽しみに待っていただければと思います。1週間に一遍かな、あの毎週月曜日に更新できればなと思っていますので、うん、皆さんも応援してくれるとありがたいです。というところでまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。